演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーの薄焼きピン、ほうれん草薄焼きピンネギ、そしてポンデケージを食べたいと思います。美味しそうだな。これもこれもなんかそれかな。うん、そうだ、こうだ、こうだ。はい、今日もちょっと手がかかりそうだとね、用意してます。この一番上の白っぽいのが薄焼きピンネギ、その下にあるこのちょっと分かりにくいかもしれない、この緑のやつ、手で持つとはあんまり良くないですけど、がほうれん草、そして手前にあるこの丸がポンデケージョです。ポンデケージョはミスターローズのポンデリングの元となったと言われている商品、まあ真偽のほどすらではありませんけど、全然なので気になってますね、まあ、気になりますね。では、おっ、いい音してますね。これ仕方ありません、あんまりお行儀くないですけど、いただきます。一枚一枚がパリパリもちもち、それが口の中で広がってとっても美味しいね。これチーズもしっかり感じられるし、ネギも、うわ、結構くるな。これ特に緑の方がね。このポンデケージョは中にチーズが入っているのかなと思っていたんですが、そうではなくてパン生地自体にチーズが練り込まれていましたね。なのでチーズの味を余すところなく感じることができてとっても美味しかったです。ただ中に入っているチーズも感じたかったかなという思いもちょっとありますので、こちらの点数とさせていただきます。中から出てくるのも感じたかったと、何回も言うのもしつこいですね。で、こちらの薄焼き餅は餅、まあ餅といっても小麦粉系統なんですけど、まあ、その薄焼きの餅という名前の通り、しっかりともちもちとした食感がとっても美味しかったです。で、焼いてるのでちょっとサクサクもしますしね。で、こういうふうに薄シンプルなものとほうれん草入りと2種類あるんですけど、自分はどういうわけか知りませんが、このほうれん草入りの方がネギの味をより強く感じることができましたね。どちらもまあ、こちらの方がシンプルなので、何かを巻いたりつけたりするときはこちらの方がいいかもしれません。でもネギの味が強かったのはこちらの方が気がします。ほうれん草が入ったのでアクセントになったのかな。というわけで、通常版の方をこちらの点数と、でほうれん草入りをこちらの点数とさせていただきます。どれ、ほんとどの商品もとっても美味しかったです。今日はもちもちの冷凍食品分だという形になりましたね。それでは、風花かなロックンロールしようても、全く雰囲気が合わないですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞人間、